原子力採氷船は原子力機関を動力とする採氷船。原子力船の一つ。ロシアの原子力採氷船ヤマール号ロシアの原子力採氷コンテナ船セブモルプウチ原子力機関は高い出力を長時間にわたり発揮するという点では採氷船に理想的な動力である。そのため原子力船の早々期から採氷船の建造が試みられてきた。 特に北極海に面した長大な海岸線を持ち、冬期間開票に閉ざされるシベリア開発を進めてきたソビエト連邦にとっては必要不可欠とされ、1957年には世界初の原子力砕氷管令人が建造された。その後も北極海航路の確保を目的としたソ連による原子力砕氷船の建造は続き、ソビエト連邦の崩壊前後の経済停滞や、 軍艦以外の民間原子力船に特有の採算性という問題に直面しながら現在も運航が続いているほか代替船の建造も始まっている。世界で建造された原子力採氷船8隻と建造中の3隻原子力採氷貨物船1隻はすべてソ連及びロシア連邦の手によって建造、運航されたものである。ソ連ロシア以外では カナダ沿岸警備隊で排水量4万2千トン、長さ208メートル、出力15万馬力の原子力再氷船を配備する計画が1980年代前半に立てられたことがあるが、これは実現しなかった。それ以外の再氷船に原子力機関を用いる計画は実現も立案もされていない。いずれもロシアの国営企業ロスアトムの子会社アトムフロートが管理、 運行している。ロシアにおける、原子力線の開発原子力百科事典アターミカ、赤井健一、世界の砕氷船交通ブックス 218, 生産道書店 ISBN978 から、4から4257717142010年、P116 から117氷塊工学第5、詳細氷線野沢和夫、氷塊工学生産道書店出版。 ありがとうございます。